まあ今の時点で利益確定しても、まあ、この損切り幅から見ても、まあ、期待値で言うともう1以上なんで、まあ、いいんですけど、まだやっぱ今のローソク足の動きとか見ると分かると思うんですけど、落ちてきた時に買われる勢いっていうのが強くなってきているのが分かると思います。どうも翔です。今日のトレードを環境認識から説明していきます。一応日足から見ていくと、こうずっと上昇トレンドが出てて、今トレンドとしては上昇ですね。大きな目線としては上で見ているトレーダーが多いと思います。で、それを踏まえて4時間足見ていくと、4時間足で見てもこう大きな下降トレンドが出てて、で、その最安値がここ。で、そういった最安値を作った戻り高値、起点となる戻り高値の部分も上に抜けて、こう上昇トレンドが出てますよね。で、その後、まあ、どっかこの辺り、この辺りが最高値になると思うんですけど、まあ、ヒゲの先端で見ても最高値ってここですよね。で、その最高値を作った押し安値を、まあ、一度実体で下に抜けて、で、その後、まあ、その起点となる部分も上に抜けてっていうので、まあ、この辺りちょっとレンジで揉んでるような感じなんですけど、で、その後、まあ、この安値を実体で下に抜けて、まあ、ここはまあ誰が見ても分かりますよね、下に抜けたのは。で、ここで目線が一度切り替わって、で、その4時間足でのこの最安値、4時間足でのこの最安値を作った起点が、ここで見ているトレーダーとここで見ているトレーダーがいると思うんですけど、ここで見ているトレーダーはもうこの時点で目線上ですよね。で、ここで見ているトレーダーにしても、もうこの先日の夜の急上昇、先日の夜のこの急上昇で、もう完全に目線が上に切り替わってます。なんで今、まあ誰が見てもこのダウで環境認識を行っているトレーダーにしては目線は4時間足では上、日足でも目線は上、4時間足でも上っていう状態ですね。で、ここから1時間足見ていくと、1時間足で見ると先ほどの4時間足で引いたこの最安値、4時間足で見た最安値の水平線に対して、トレンド転換の典型的なチャートパターンのトリプルボトムができてますよね。4時間足で引ける水平線に対してしっかりと1時間足で3回サポートされて、で、その後に、こうネックを抜けて、急上昇してってるのがわかると思います。で、その後1時間足で見ても、まあ、こういった、1時間足で見たトレンドで言うと、高値、ちょっとくちゃくちゃになったな。安値の切り上げ、で、高値の切り上げ、ここはまだ確定してないんですけど、こう安値の底値の切り上げ、高値の切り上げがしっかり起きてて、1時間足で見てもしっかりとした上昇トレンドが今出ている状態ですよね。で、その最後の、
第1波、2波、3波、4波、5波、第5波目、まあ、エリオット波動で見る第5波目になるんですけど、まあ、この辺りから上昇の勢いっていうのは、まあ、エリオット波動で言うと弱くなってくるのかなっていうのはあるんですけど、まあそういうのはあんま気にしないようにしてます。ただ単にダウで見るとまだ上昇トレンドが継続しているから上で狙えるところを狙っていくっていうのが僕のトレードです。でこれをで今このエントリーの根拠にしたのがこのエントリーの根拠にしたのがこの日足で引いてる水平線ありますよね。この辺りっていうのはまあ意識されるなっていうので、まあ、ここでも意識されてますしここでも意識されてますよね。こう1時間足で見てもらっても今1時間足の最高値がここ、1時間足の最高値を作った押し安値がここで、まあこの急上昇1時間足で見ても10、20、30、40、50、60、70、80、80ピップスの急上昇を1時間足で見ても80ピップスの急上昇、ドル円で80ピップスっていうとかなりのボラですよね。でこの急上昇を作った起点となるこの押し安値、この押し安値を作った戻り高値っていうのがここですね。でこういったラインっていうのはまあその後も意識されやすいんですけど、でもう一つ見てほしいのがこう1時間足で見てもこの急上昇でこの辺りっていうのは本当に一つも揉まずに一気に上昇してますよね。でその後一度落ちてきて、まあ、このラインでは急上昇してで落ちてきてこのラインでは少し揉んでるんですけど、こういったラインでは揉んでるんですけど、こういう何もない部分ですよね、一気に急上昇していってる部分っていうのはこのネックになるラインを抜けた時に一気に落ちていくんですね。もうこれ1分足とか5分足レベルで一気に落ちていくんですけど、こういった下落っていうのはなぜ起きるかっていうと、まあ多くがこういった急上昇っていうのはここでまあ上昇してってそれにつられてまあ便乗して買いで乗っかっていくトレーダーだったり、まあここの売りポジションですよね、こういったところでこういった部分の売りのエントリーだったり、まあここの利益確定、ここの買いポジションの売りでの利益確定だったりでこういった風に落ちてってるんですけど、でその後上昇してった時にでその下落がどこで支えられるかっていうのは本当誰にも分かんないんですけど、まあ、そういった時にまあみんな多くのトレーダーが何を基準に見るかっていうとこの買い支えの根拠として見るかっていうとやっぱこういったここって何もないじゃないですか。でその一個手前のその手前の目立つ押し安値戻り高値そういうのをまあ見ていくんですね、多くの人は。で今回意識されたのがこのラインです、この水平線ラインです。で僕もこの1時間足ずっと見てて、でここの売りは今まあ上昇の勢い強かったんでここはエントリーしてないんですけど、時間的にもまあ10時前後だったんでちょっと買いの勢力入りやすくなる時間帯なんでちょっと売りで入るのは怖くて入らなかったんですけど、で今ここの1時間足で引ける水平線に対して
10時の時点でしっかりとしたひげ、長い下ひげを作って、ローソク足実体で上で確定してますよね。でその確定と同時に、今回はちょっと買い足でのタイミングっていうのは取ってないんですけど、確定と同時に、まあ、その次の買いの勢力がちょっと強くいるなっていうのを見て買いでエントリーしてます。で今少し揉んでる状態なんですけど、で損切りはその一時間足の下ヒゲの少し下に今置いてます。でもちろん、まあ、この買いポジションの起点となるのがだいたいこの辺りなんで、この辺りまで一気に落ちていくかもしれないですし、ここでまた上昇の勢いが出てくるかもしれないですし、ちょっとその辺りは分かんないんですけど、その辺りも踏まえて今損切り幅をだいたい7ピップス8ピップスくらいですかねで設定して、で利確目標なんですけど、とりあえずの利確目標として、でまあとりあえず今1時間足でのこの下降の起点となったこの辺りの少し下で今決済注文、利益確定の予約注文を置いてます。で今期待値で言うと、まあ、損切り幅が7か8くらいに対して、まあ、ここが10、20ピップスくらいですかね。だいたい 2.5 とか、それくらいの期待値で今やってます。で、まあ目線で言っても、日足、4時間足、1時間足は上。で、まあ1時間足で見ても上昇トレンドが出ているんで、まあ上に行く可能性の方が大きいかなっていうのを期待して、今エントリーしてます。で、この後どっちに行くかは、誰にもわからないんで、まあ、このまま放置ですね、これは。していきたいと思います。で、まあ一応今5分足で見ると、こう5分足で見ても、結構綺麗に上昇してってますよね。で、まあ5分足で見ても、こういったところまでは、まあスムーズに上がってって、でここでどうなるか、トレンドラインを抜けたら、まあ、下に行くかもしれないですし、ここを一気にブレイクして上に行って、まあ、さらに上昇の勢いが強くて上に行くかもしれないですし、まあ、堅実に利確するとしたら、こういったラインの少し下、こういったところで利確っていうのが、まあ、堅実なトレードかなっていうふうには思うんですけど、まあ、上位足の目線が上なんで、今回は上を狙っていきたいかなって思ってます。でやっぱこういったネックになる部分ですよね、こういったところっていうのは意識されてますよね。こういったところの水平線を根拠に、こういったところで利益確定する人っていうのも多いので、まあ、こういうふうに一度落ちるんですけど、まあ、ここで見ても強い下ヒゲが出てますよね。だから今この買い足の5分足で見ると、まあ、上昇の勢いが強いかなっていうので、まあ、ここでまだ利益確定するのはもったいないかなっていうふうに僕は思ってます。で今がだいたい9ピプスとかそれくらいなんですけど、10ピプスくらいなんですけど、まあ、この10ピプスくらいまで利益が伸びてて、でその後やっぱり今損切りが7、8ピップスところを置いてますよね。だからこれで損切りになるのが怖いっていう人は、例えばこの今5分足で引いたトレンドライン、まあここで利益確定したい人はしちゃってもいいと思うんですけど、こういった5分足で引いたトレンドライン、まあ、トレンドラインっていうのはダウにのっとったものではないので、トレンドラインを抜けたからそのまま下に行くっていうわけではないんですけど、一応トレンドラインを根拠に、トレンドラインを下に抜けて、トレンドラインを根拠にして、トレンドラインをこう下に抜けた状態で、まあ、この5分足が確定したら、もうその時点で利益確定してしまうっていうのもありですよね。
そうすれば、まあ、マイナスにはならないですからね。今プラス9とか10とかなのが、まあ、プラス3ピップス4ピップスくらいで終わる程度なんで、まあ、そういった現実なトレードの仕方っていうのもありだと思います。ただやはりこの上昇の勢いっていうのは、でまあこういった水平線のラインをしっかり上に抜けて確定してくれたら、まあ損切りを、まあこう今5分足で見た5分足を根拠に、まあ利益確定や損切りをしていくのであれば、今5分足での直近の最高値がここで、押し安値がここからここに更新してますよね。高安値が切り上げて。なので今ここにある損切りをどっかこの5分足の押し安値の少し下、こういったところに移動させるっていうのもありなんですけど、まあ、結局マイナスになっちゃいますからね、それだと。なのでここは少し耐えて、もう一度押し目を作ったくらいで、こういった押し目の少し下まで損切りをトレールしていくっていうのはありですね。そうすればまあこうポジション買いポジションを持った位置からはプラスの位置での損切りになるので、実質まあ損にはならないですからね。なんでまあこのシナリオ上は負けだとしてもプラス 2,3 ピプスで終わりますし、シナリオ通りに上がってってくれればプラス20ピプスとかそれくらい取れるんで、そういった考えでトレードしていけばいいかなって思ってます。で、多くの初心者の人が勘違いしがちなのが、しっかり勉強してチャートが見れるようになったらもう簡単に勝てるようになるんじゃないかとか、まあ、稼いでるトレーダーっていうのはもうどっちに行くか明確に分かってるんじゃないかっていうふうに思ってる方って結構いらっしゃると思うんですけど、全然そういうのじゃなくて、こう今だって5分足では上昇トレンドが出てるけど、これが上に行くか下に行くか、このあと上に行くか下に行くかっていうのは世界中の誰も絶対にわからないことなんですね。なので重要なのは、そのどっちに行くかわからない相場で他のトレーダーがどう考えてトレードをしているのかっていうのを常に考えながらチャートを見ていくと、今こうやってロウソク足が動いているのを見ているだけでもいろんなものが伝わってくるんですね。で、今5分足でトレードしている人は僕と同じようにこの5分足に対してトレンドラインを引いた人は、上を期待してトレンドラインにタッチしたところで買いでエントリーしてるんだなっていうのが、まあ今のロウソク足のこの下ヒゲの形から感じ取れますよね。で、やはり数秒単位数分単位でトレードしている人もたくさんいるので、そういった時間足でトレードしている人たちの考えだったりエントリーや決済の根拠っていうのをこうリアルに想像していくこと でそれをフラクタルに見ていけば、まあ、もちろん1分足や5分足で本当に小さな値幅を狙ってトレードしていくっていうのも、まあ、容易にできるようになると思いますし、で今このチャートを見てても今5分足では上昇トレンドが出てるけど、今4時間足で引いたサポートとなっていた水平線、まあ、一度下にブレイクした水平線が機能してしっかりレジスタンスされているなっていうのが分かりますよね。で、まあ、こういった手前の5分足の上髭、長い上髭を見て、まあ、下なのかなって思ってるトレーダーっていうのも結構いると思いますし、で、まあ、こういった小さい幅で今レンジが出てるんで、今1分足で見るとこれレンジになってるんですけど、まあ、上昇の、まあ、ちょっと上値が重たい形ですよね。こういったところを見て、まあ、今これ 21MA なんですけど、ボリンジャーバンドで見ると、まあ、この 21MA を中心にこういったバンドが、
僕ボリンジャーバンド使わないんですけど、ボリンジャーバンドで、トレードする人っていうのは、こういった1分足とか5分足の買い足がこう横ばいのレンジ状態になった時に、こういった 21MA を中心としたこうボリンジャーバンドがこんな風にできてくるんですけど、収縮して、ある程度横ばいになると収縮してくるんですね、ボリンジャーバンドっていうのは。で、そういったボリンジャーバンドの2シグマだったりで逆張りで、その中心となる移動平均線で、利益確定っていうのを繰り返し行っていくトレーダーっていうのもいるので、この間でこういったレンジになってくるんですね。ボリンジャーバンド一度表示させてみますか。ボリンジャーバンドが21の割値、とりあえず で、バンドオレンジで、これが2シグマのボリンジャーバンドなんですけど、見てもらっても分かるように、こう 21MA を中心としたボリンジャーバンドの2シグマで、タッチで中心となる移動平均線で買いでエントリーで、2シグマタッチで売りで決済で、ここで逆張りで売りエントリーっていうトレーダーが、1分足でこういったボリンジャーバンドを根拠にトレードしているトレーダーっていうのがいるんだなっていうのが分かりますよね。で、例えばこのボリンジャーバンドを根拠にトレードしている人が、こうしっかり損切りを入れているとしたら、こうボリンジャーバンドの今2シグマをこう少しブレイクしてますよね。ブレイクすると、大体こういった人らっていうのは浅めに損切り入れれるんで、こういったところで、売りでエントリーする人らはこういったところで買いの損切りを入れるんですね。なんで少しブレイクすると、そういった人たちの売りポジションの損切りの買いの損切りが発動して、こう少しブレイクした後にちょっと大きめに飛び出すんですけど、その勢いが強ければ、こうこの1分足でも上昇の勢いっていうのは強くなっていくんで、またさらにその上の足での、上昇の勢いも強くなっていくっていうのが、フラクタルの見方ですね。なんで、5分足とか1時間足とかでトレードする人っていうのも、しっかりこう1分足でトレードしている人は、どういったトレードスタイルでやっているのかっていうのを、もちろんこのボリンジャーバンドを使ってトレードしている人だけじゃないんですけど、こういった多くの人が使っているボリンジャーバンドでトレードをしている人は、2シグマタッチでエントリーや決済っていうのを繰り返しているトレーダーは、今何を考えてトレードしているのかなっていうのを見ていくだけでも、あなたのトレードのクオリティっていうのは確実に向上するので、そういったところも意識して見ていただければなと思ってます。で、もちろん5分足のボリンジャーバンドでトレードしている人もいるので、こういった横ばいですよね。ボリンジャーバンドっていうのは、こういったトレンドが出ている時っていうのは、こうエクスパンションって言って、一気に拡大しちゃうんで使えないんですね。で、こうある程度横ばいになってくると、こうスクイーズ収縮してきて機能するようになってくるんですけど、なんで、この辺りで見てもこういったところですよね。こういったところでスクイーズしてきてるんで、で、こういった形になってくると、こういったレンジが続いてくると、2シグマタッチでエントリー決済っていうのを繰り返す人が増えてくるので、こういった形になりやすいんですけど、で、もちろんこれを根拠にトレードしている人だけじゃないので、これがずっと、継続するわけでもないんですけど、各時間足、1時間足とかでこれやる人っていうのはほとんどいないと思うんですけど、1分足とか5分足で
こういったのを根拠にトレードしている人っていうのも結構いるので、そういったところも見ていけばいいんじゃないかなって思ってます。で、今この上値を抑えられてたこの水平線、まあこれあんま根拠にはならないんですけど、まあ一応こうネック、この下降の直近で見たこういった目立つヒゲの先端ですよね、こういったところを抜けて一気に下落してるんで、そういったところを、まあ、5分足実体でも今上に抜けてきてるんで、まあ、まだ全然上狙ってっていいと思うんですね。でさっき言ってた、まあ、この5分足でもこう押し目っていうのが、まあ、ここあたりで結構しっかりこういったところの、こういったところをロス化し実体でも抜けてきてるんで、まあ押し目、安値の底値の切り上げがしっかり起きてるんで、まあ今ここにある、ここにある損切りをこういったところやこういったところにずらして、で今僕ここでエントリーしてるんですけど、まあ、ここでエントリーしているとしたら、もうこういったところまで持ってって、まあ、完全に負けはなくしてしまってもいいかなっていうのは思いますね。で今、まあ、この5分足で引けるトレンドラインっていうのも下にブレイクしちゃったんで、まあ、ここからこう落ちてくるかもしれないですけどね。まあ負けたら負けたなんで、それは全然いいです。まあ、もう一つくらいこう押し目作ってしっかり登ってってくれたら、この損切りの位置をもう少し上まで持ってこうかなって思うんですけど、まあここで持ってくと、まあ、こうある程度落ちてきて、この辺りでまた買い支え入って上がっていくっていうパターンもあるので、で今この5分足の 21MA がこれなんですけど、まあ今上に向き始めてて、こういったところで、まあ、落ちてきた時にサポートが入らないようだったら結構そのままズルズル下行っちゃったりするんですけど、ただ今回僕は1時間足でトレードしてて、まあ、根拠にしたのが1時間足で引ける水平線に対しての1時間足の確定なので、この動きを見て、まあこういったところで決済したりとかっていうのはしないですね。そういったトレードの仕方をしていると、まあトレード単体では勝てたとしても、しっかり利益を積み上げていくのは難しいかなって僕は思ってます。なんで、まあそのトレードごとに期待値を算出して、でそのトレード、一つのトレードに対しての許容損失額っていうのをしっかり設定した上でやっているので、まあ基本的にあんまりこういった長くポジションを持つようなトレードっていうのはしないんですけど、解説しながらのトレードっていうのでやってるんで、まあ少しでも僕のチャートの見方だったり、まあ、そのチャートからわかる相場参加者の心理だったりっていうのをこういった風に見ている人もいるんだなっていうのを、僕みたいな考えで見ているトレーダーもいるんだなっていう参考として、まあ聞いてもらえれば、そういった思いでシェアするつもりで今動画撮ってるん で、初心者の方の負けパターンで多いのが、もうこう最初に描いたシナリオと少し買い足の1分足とか5分足でちょっと思ってた動きと違う動きをしただけですぐに決済してしまったり損切りしてしまったりっていうので、まあ負けていくパターンっていうのが結構多いんですね。で多分多くの方が経験してると思うんですけど、そうやって損切りしたり決済して、利益で決済したり利損で損切りしたりして、でその後見てると、やっぱ思ってたシナリオに描いてた通りの動きをしていったりっていうのが結構あるんですね。やっぱ上位足の方向にしっかり沿ってトレードしていると、でそういった経験を繰り返してしまうと、やっぱトレード自体が怖くなっちゃうんで、FX っていうものを全体で見ると、
僕はビジネスだと思ってやってるんですけど、そのトレード単体っていうとやっぱ勝負だと思ってやってるんで、まあ自分との戦いですよね。どちらかというと相場をどうにかしようなんていうのは絶対できないんで、今ここでこの5分足での上昇トレンドで見てもしっかりとした谷の部分っていうのができたんで、でこの谷を作ったこの戻り高値の一番上の部分ですね、谷を作った戻り高値のこういったヒゲの先端っていうのを今実体でしっかりと上に抜けた形で確定したら、今ここに置いてある損切りをこの谷の少し下までずらしていきたいと思います。でそうすることで、まあ、負けはなくなるんで、でこれまあ上昇していくか落ちていくかっていうのは分かんないんですけど、落ちてきたとしてもこの谷を下に回って、まあ、確定してしまったら一度この上昇の勢いっていうのはなくなってしまうかなって思ってるんで、まあ、もう少し様子見ですね。今で12ピプス、今で12ピプスとかそれくらいなんですけど、まあ今の時点で利益確定しても、まあ、この損切り幅から見ても、まあ、期待値でいうともう1以上なんで、まあ、いいんですけど、まだやっぱ今のローソク足の動きとか見ると分かると思うんですけど、落ちてきた時に買われる勢いっていうのが強くなってきているのが分かると思います。1分足、5分足以下の1分足とかそれくらいで見ると、まあ、買いの勢力が非常に強くなっているような状況ですよね。ただその中でもこう少しこの移動平均線からはちょっと乖離してるかなっていうので、まあ買いが入るとしてももう少し下がってきたところで一気に買いが入るっていう感じだと思いますね。なんでそういったところを意識しながらローソク足の動きを見ていくと結構面白いですよ。で今時間が12時20分なんですけど、ちょっとこの後ランチの予定があるんで、ちょっとこの辺りでちょっと微妙なんですけど利確していきます。でやっぱこの5分足で見てもこういった前回の高値実体で超えれてないんで、ちょっとまあ見てる時間もないんで、まあ、ポジションを持ったまんまランチ食べに行っても美味しくないんで、この辺りで利確していきます。結局10ピプスほどの利益で終わっちゃったんですけど、まあ十分ですよね。で今回のトレードを行うのに必要な上位足からの環境認識やダウ理論を元にした目線の捉え方、損切りと利確の位置を設定して期待値を算出する方法、あと各時間足、今回は1時間足と5分足でトレードしてて、で途中1分足とかでも説明してたんですけど、そういった各時間足のチャートを組み合わせて優位性の高いトレードを行う方法だったりっていうのを順番に、初心者の方が1から順番にこういった裁量でトレードを行うことのできる裁量トレーダーになるために必要な知識や練習方法っていうのを一から順番に学んでいただくためのコンテンツを、まあ、メインブログとは別で新しいサイトで作成したんで、ぜひそちらの方に参加してくださいね。で詳細は LINE アットの方でお知らせしているので、気になる方は YouTube の概要欄にあるブログのリンクをクリックして、ブログの方から LINE アットに登録しておいてくださいね。で今日の動画が参考になったっていう方だけでいいので、 YouTube のグッドボタンを押していただけると嬉しいです。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。でその後帰ってきてみたら、もともと利益確定の根拠にしてたこういった1時間足で、利益確定がこの1時間足で引ける水平線の少し下に置いてたんですけど、まあ、そういったところを
楽勝で抜けてって、まあ、今こういった感じになってますね。で、まあ上位足 ずっと上目線だったし、こういった5分足での上昇のトレンドも結構しっかり出てたんで、まあ、自然な流れって言えば自然な流れなのかなと思うんですけど、まあ、お昼ご飯美味しく食べれたんでいいかなって思ってます。